こんにちは。こんにちは。YouTube チャンネル哲学の劇場、人文的、あまりに人文的、今回は第44回目ですかね。そうですね。2020年最後の配信になりました。うん。1年間よく頑張りましたね。急に年末感が出ますね。よくやりました。44回、我々ながら。まず続いてることが驚きだよね。すごいですね。うん。異様ですね。うん。我々が何か始めると大抵続きませんからね。そうそう、三日坊主どころかね、1、2回で終わっちゃったりするからね。これは驚異的な継続率ですね。やっぱり、月並みですが、見てくれてる人がいるっていうのはでかいですね。うん。そう、いくらね、自分たちがやる気があったとしてもね、誰も見てなかったら、これはね、さすがに続かないので、うん、ありがたい話です。まあ、そういうわけで、本当、今年の1月に開設して、うん、まあ、途中でコロナ禍もあったりして、かえってこうやってリモートで、うん、収録することが多くなって、うん、それも継続できてる秘訣かもしれないですね。そうね、だって最初の頃はなんだっけ、月に1回の予定かなんかでね、わざわざ、場所を用意して怪しいなメンタルルームを借りてやってた、うん、で録画機材を持ち込んでね、やってましたからね。これはなかなかそうは言っても手間がかかることで、うん、ズームのおかげで随分楽にできますねこれね、うん、でまあ最後の2020年最後の配信になるんですけど、まあ今日は簡単に、うん、活動報告をして、で、その後、まあ2020年の振り返りというか、解雇と展望的なことを、うん、軽くやりますかね。そうしましょう。年末最後にふさわしいという内容でね。はい。お送りします。じゃあまあ早速、八百万くん、近年のご活動はいかがでしょうか。はい、近年はですね、まあ、毎回ご報告しているまず連載ですけれども、本の雑誌ですね。これもう2021年1月号ですけれども、マルジナリアで捕まえてという連載、もう何回目かな ?40 回目 ?41 回目かなが載っています。今ちょうどちょうどっていうか今はね、印刷博物館が持ってるお宝本の書き込みというので、うん、今回はね、1339年の日本の和書ですね。それに書き込みがあるのを見ています。すごいね。うん、ね。鎌倉幕府が滅んだぐらいの頃だね。そうそうそう、うん。室町南北朝時代かな、だからね。その頃の、河野師直っていう人が、まあ、武将っていうか、武士ですけどね、その人が、まあ、印刷したというか、させたというかね、そういう、意外と知られているようで知られてないんですけどね、武士が印刷に取り組んだという事例が。すごいね、侍が、うん。うん、そうそう。一つの例なんですけどね、それを取り上げています。それからもう一個は数学セミナーですね。これが示したいことだったと言って、今回第10回目が載ってるのかな。はい。で、今回異言語で数学をと題しまして、数学のための英語教本っていう、この間ここでも紹介した本と、機械翻訳の歴史の本とね、それから日中数学界の近代っていう、日本と中国の数学、うん、日本と中国の数学がヨーロッパ由来の数学を受け取る中でね、どうやって、自分たちの数学を作り直したかっていう、そういう話ですね。その3冊を紹介していて、で今回10回目なので、あと2回で、1年、当初の予定の1年が終了でね、連載終了になりますけどね。原稿自体はもう12回目まで書き終わっていますので、気分的にはもう終わっております。はい。それから、あと 2個今回ありまして、もう一つがこの文庫王国という。お、恒例の。うん、恒例の、
本の雑誌社から毎年年末に出る文庫のおすすめ本のムックですね。で、この中で3年前からなぜか、何がどうしたわけか、学術系文庫の1年という、誰得コーナーが新設されまして、これを私が担当しています。勝手に学術系文庫っていうくくりを設けて、そこから、まあ、あるからね。うん。うん。目についた本を紹介するというね、もので。まあ、これなんかはね、そういう意図で編まれてますけど、年末年始の読書のお供に、いかがかという、そういう。そうだね。今年でどんなのが出たかなって言って、スキャンするのに。そう。そう。しかも、各回のね、なんて言ったらいいんですか。読みのベテランたちが、おすすめのベスト10とかをね、紹介してます。まあ、その一角に山本くんがいるということですね。まあ、一角なのか、外れなのか分かりませんけどね。まあ、こういう時は何ですか、末席を汚すっていうんですかね。ああ、そうですね。うん。そうそう。そういう言葉がスラスラ出てくるようにならないといけないわけですけど。それから、これで私最後ですが、もう一個また本の雑誌、手のひらという、ムックの第2号が出まして、あれこれ前に紹介したかな、本を読む本を原書で読むという連載を始めました。アドラーとドーレンという人が書いたね、本を読む本っていう読書術の名著が、古典的名著があってね、それが、今は講談社学術文庫で出ていますけども、実は学術文庫この役はね、だいぶ端折ってあって、いい本なんだけど、相当削ってあるんですね。それで、原書の方は原書の方で面白いので、原書の方で読みどころを拾い上げながら、紹介していくっていう、そういう連載です。はい。これさ、うん。結果的に新訳とかできたらいいね。ちょっと著作権の、版権の問題がちょっとわかんないけど。まあ、そうだね。雑誌社さんが出すかな、小文社から出せないかなと今一瞬思ったりしました。うん、ただ後でそう出しましょう。その辺のちょっと生臭い話は、はい。そうですね。また後でやりましょう。私の方はとりあえず以上です。一角はいかがですか。そうですね。まずね、うん、はい、近年の活動としては、はい、山本くんも書いてると思うけど、書評新聞の週刊読書人と図書新聞に読者、読書アンケートを寄せました。はい。そうですね。うん。これが読書人で、これが図書新聞ですね。うん、読書人が2020年の、収穫で、図書新聞が2020年下半期の収穫っていうことですね。うん、はい。そうそう。あとね、連載をしている週刊文春、うん。これも過ぎちゃったんですけど、うん、2020年の12月17日号に第4回目の、うん、私の読書日記が掲載されました。ほうほう。で、今回のタイトルは、言語、東大、ゲーム理論っていう。三大話。うん。三大話です。うん。で、まあ、どんな本あげたかはまた、またというか、うん、もう二度と語らないんですが。ご想像ください。はい。はい。で、次がですね、うん、今、現物手元にないんですけど、文芸誌の群像。うん。こんな、講談社の文芸誌ですね。これの2021年1月号に、随筆を寄せました。はい。うん。でね、内容が、タイトルがね、生きるとは生き続けること。うん、ルート・クリューガー追悼という。お、うん、結構重めの感じのいい人の、ね、うん。はい。重い内容で、うん。ルート・クリューガーっていう私の好きな、オーストリア出身の最後アメリカで、教鞭取ってたんですけど、ドイツ文学者でかつ作家という、まあ女性の作家なんですけどね。うん、彼女が亡くなって、今年、うん。で、まあ追悼文を書いたと。うん。で、まあ、彼女の本は、日本語では一冊だけ翻訳されていて、未数書房から生き続けるというタイトル。はいはい。はい。うん、みすゞ、ライブラリーに入ってたやつですけど、うんうん、みんなに読んでほしいなと思って、
この、うん、あの追悼文を書かせていただいて、うん、でね、何人か買ってくれたみたいでね、うん、Amazon の、 あのマーケットプレイス見たら 99,800 円になってた。ちょっと高騰しすぎじゃないですかそれ。品切れ状態というかね、うん、まあでも図書館には結構入ってると思いますので、もしよかったら、うん、はい、あの読んでみてください。うん、うん、はい、はい、で最後が、小説家の島田雅彦さんのカタストロフマニアという小説があって、うん、あ、これはあるわ、うん、ね、これ、うん、文庫になったんです、うん、あの、はい、つい先日で、これに解説を寄せています、うん、でね、これすごくてね、あの私なりに快挙なんですけど、うん、あの解説に4人いてね。多くないですか4人いるの。多い、そう。まず1人目、ゲームクリエイターの小島秀夫さん。すごいじゃないですか、いきなり。世界の小島ですよね。うん、うん。で、2人目がね、うん、あの、芸人のね、ドブロックの江口さん。あ、ちょっと懐かしい感じもするけど。うん。で、3人目がね、ゴールデンボンバーの歌広場淳さん。どういうメンツなんですか、それ、ちなみに。あの、すごい並びだね。うん。それでまあ、文字通り、末席を汚すのが、うん、まあ、私ということで、大変な陣容でお送りします。すごい一冊の文庫っていうか作品に4人も、うんうん、でまあ実際この本小説あのとても面白いので、あの、うん、よかったらあのお読みください。うん、新潮文庫かな。うん、新潮文庫です、うん、はい、ありがとうございます。まあそんな感じ。あとそうだそうだ、うん、あの2人の、うん、我々2人の活動報告としては、うん、この放送が配信される頃にはイベントとしては終わってるんですが、うん、あの、うん、タイムシフト視聴なのであのご覧いただけるイベントが、うん、12月、23日にありまして、うん、あのまあ毎年恒例のあの言論カフェ、人文的あまりに人文的な2020年人文書めった切りイベントっていうのがライター編集者の斉藤哲也さんと山本くんと私、この3人で、行う予定です。うん。はい。よかったらご覧ください。ともかく、そのね、今年の人文書の中で3人がそれぞれ、うん、あの、印象に残ったものをね、ひたすら褒め続けるという、あの、めった切りじゃなくて、めった褒めの、うん、イベントでございます。あの、明日なんだよね。うん。そう、今、収録してる我々からすると明日の出来事なんですが、あの、もう地獄だよね。そう。リストを作るところがね、もう。本当、明日かと思うとね、うん、準備がね。そう。意外と手間がかかっている、うんうん。もう今日もね、もう仕事の合間にバーってリストアップしたんですけどね、もう、うん、こう、肘が痛くなってくるね。炎症炎も心配されるほど、うん、大変ですね、はい、まあ頑張りましょう、はいはい、まあ例によってね数百冊のリストになることが予想されますので、うん、あのぜひご覧ください、はい、じゃあまあそんな感じで、うん、まあこうゆるゆると解雇と展望に移っていきたいんですけど、うん、あのどうですか山本くんの今年から来年にかけての解雇と展望はと言われても困ると思いますが、うん、あのいつも目の前のことしかやってないからね、あのそんな昔のこともそんな先のこともよく考えておりませんが、まあただね今年はあの個人的なその仕事としてこのチャンネルでも何度かその話をちらっとしましたけど、京都にある立命館大学の大学院でね講師をあの4月から始めて、院生の皆さんと読み書きの指導とかね、それから論文の相談に乗ったりする仕事をしていて、
これはね、本当に、なんだろうね、教える人が一番勉強になるって毎回同じこと言ってますけど、みんな違うテーマを持ってる院生の皆さんの話を聞いてるだけで、勉強になるというね、そういう、まるっきり俺得のお仕事でありますけど、これは今までそこまでちゃんと大学院で教えたことはね、非常勤としては少しありましたけど、今回初めてなので、それは新鮮ですね、とてもね。うん、あと、そうね、本を書くっていう話で言えば、吉川君もそうだと思うけどね、約束がいろいろ溜まっている中で、まず吉川君との協調のね、その悩みエピクテトスならこういうね、ちくま書房から出したのと、それから私の方は、さっきも話に出たマルジナリアで捕まえてっていう、連載の、まとめたものをね、本の雑誌社から出したのと、あと、ちくま書房から、記憶のデザインっていう、これまた2年前ぐらいにお約束した本を、お尻を叩かれながら書いて、で、まあ一応3冊、出したので、お約束の数は少し減ったはず、みたいなね、のが今年の解雇かな、うん、とりあえず。吉川君いかがですか？しかし、年に3冊も出してるとさ、うん。あと60冊ぐらい出さなきゃいけないんじゃないの？いやいや。さすがに60冊はね、無理だけれども、うん。約束自体はね、2桁あるのはあるので、なんとかして山を切り崩したいなと思っているところではありますね。うん、そう。まあ私は、ほんと今年はね、うん、なんていうか、まず一言目にね、何やったとかいうよりも、ほんといろんなことがあったなっていうのが、うん、偽らざる、心境ですね。うん、まあでも一番でかいのは私にとって、うん、その悩み、エピクテトスならこういうね、エピクテトス先生の本を出せたのが一番でかいかな。うん。うん、そうね。もう何年来の宿題というかね、やりたいことだったから、ね。やりたいことであったし、あと懸案事項でもあったので、うん、まあ、うん、とりあえず出せてよかったと。うん。で、あとは本当に、コロナ禍の煽りを食らって、このチャンネルでも、お伝えした通り、うん、職を失って。うん、ああ、そうだった、そうだった。うん、で、まあ、幸運にもというか、幸か不幸かというか、よくわからないが、小文社という伝統的な出版社で編集部員として仕事をするようになって、うん、まあ、人の本を作るお手伝いを始めたと。うん。で、小文社にもあったんですよ。事故にもあったんですよ。ね、あ、事故？うん。自動車事故、うん。あ、そんなことあったっけ？うん、まあ、ちょうど、小文社に入社するちょっと前ぐらいだったかな。うん、直後だったかな。ちょっと、うん、記憶がもうすでに曖昧になってるんですけど、うん、多摩川沿いをね、花歌走りにご機嫌に、うん、ジムニーを運転してたらね、うん、横から突然、うん、でかい車がぶつかってきてね。うん、横危ないね。うん、いわゆる、普段だったら絶対にありえない、うん、激しいスピンをして、うん、止まりましたけどね。うんうん、まあ、全然人も、まあ、車はそんなに無事じゃなかったけど、まあ、うん、人は全く無事で。あ、それなら良かったね。相手も。宇宙みたいなのも大丈夫だったの？うん？よくさ、車で追突すると、むち打ち症みたいな。全然大丈夫です。うん、ああいうのは大丈夫だった。横だったので。うん。うん、スローモーションになりますね。本当に。瞬間って。あ、はい。よく交通安全ビデオとかね、映画の中でもスローモーションになりますが。うん。本当になるんだ。うん、まあ、そういうこともあったりして。うん。うん、あ、それで、結構、うん、まあ、失職したのは災いだったんですけど、うんうん、小文社入って編集の仕事をするようになって、
で、うん、今どの段階かっていうと、ちゃんとした編集の仕事はまだそんなにしてないんだよね。あの実際には企画を立てて、うん、あの進めてるのがほとんどで、うん、あ仕込み中だよね、だからね、うん、ただね、もう本当いろんな仕込みをしていて、まあこれはこれで、うん、まあ、非常に充実してます、うん。もうだいぶ仕込みましたか？もうすごかったね、すごいね、うん、あのね、うん、こんなこと言ってもいいのか分かんないけど、今日なんか6本通したよなんかすごい勢いで、それこそあの今後10年で120なんか300本ぐらい本作んなきゃいけないのかみたいな。やりますね、うん、いや、まあでもね、あの若い人が将来性を期待されてね、うん、あの、うん、編集の仕事をあのするようなものとは違うので、私の場合はもう、うん、あの即戦力としてすぐ本作れっていうことなので、うん、もうそれぐらいやんないと、うんうん、まあいけないと頑張ってるところですね、うん、はい。しかもね、書き手の立場であんまりそういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、あの企画を通してはい書いてくださいってね話が進んだとしても、あのなんてこれ何に例えたらいいんだろう、打率というか、あの実際に原稿が予定通り上がってくるものがね 100% っていうのはちょっと考えにくいので、うん、あのたくさんだ通して、あの同時に種をまいといてね、でそこから出来上がったものからこう順次やっていくみたいな、うん、きっとそういうことになるんですよね、うん、まあね、今山本が非常にあの柔らかく言ったけど、まあ、うん、実情はあのほっといたら書かないからね著者ってかといって尻を叩いたからといって書くわけでもないんだけど、そうそうそう、うん、あの脅したりなだめすかしたりして、あの書かせるというかね、うん、そういう仕事だから、そういうそのまあ打率3割ぐらいのつもりで、うん、たくさん種をまいておかないと、うん、継続的に本は出せないなと感じてます、うんうんうん、そうだよね。だからそれをどんどんね、あの休まずに種はまき続けて、で芽が出てきたらそれも順次、うん、あの世話をするっていうね、そういうなんかちょっと農作業的なあの感じもしますね。そう言われる、リレーの種まく人ですよ。うん、あ、うまいこと言うね、うん、だって我々の本だってさ、エビクテトス本だって何年もかかったし、うん、あの山本くんのね記憶のデザインもそうだし、う今お待たせしてる本だってね、うん、だからそう考えてみたら自分が最もそのなんていうかあの、うん、典型的なサンプルって考えると、書かないと思ってたくさん企画を進行させないといけないというそうだね、うん、ただ中にはすごくちゃんと書いてくれる人もいるっていうね、うん、なんか新鮮な驚きを感じるよね、そういう時ね。それが普通だと言われればそうなのかもしれないけど耳が痛すぎて何にも言えないなこれ、うん、そうか。じゃあ来年、まあ春とは言わないけど来年の半ばぐらいからボツ、できれば夏前ぐらいから、うん、あの成果を世に問うていきたい、うんうん、楽しみですね、うん、まあそんな感じですかね、うんうん、あとね、あの43回最新のね動画にね、うん、あの、うん、コメントくださった方がいて、うんうん、あのちょっとこれ今の時期にちょうどいいので、あの、うん、これにちょっとお答えしましょう。あ、はいはい、どんなお尋ねですか、うん、あのトローウェブさんかトルーウェブさんか分かんないんですけど、うん、クレミオムおすすめ本を教えてくださいっていう。お、うん、なんか狙いすましたようなっていうか、こちらから依頼して書いてもらったようなリクエストですね、うん。まあ、ちょうどいいよね。うん。でね、あの、うん、模範解答が一つあってね。うん、あ、いいね、うん。模範解答はですね、あの、うん、この動画が配信されているときに、あの、うん、タイムシフトで視聴できる、先ほどご案内した言論カフェ の、うん、あのイベントをあの、うん、ご覧くださると、
暮れに読む本がまず見つかります。素晴らしい。もうこれでパーフェクトな回答しましたね。うん、ただまあ、それだとね、まあちょっと、あの、うん、まあちょっとね、もうちょっとサービスをしましょうか。そうね。うん、そうは言ってもね、あの、長い動画でもあるしね。うん、あと何百冊もね、紹介する予定なので、あの、うん、大変かもしれない。かえってね、あの、うん、暮れに読むおすすめ本がかえって絞られないという可能性もあるので。うん、うん。何も読めないで終わるかもしれないからね。そう。うん、それでね、ちょっとね、私ね、うん、あの、実は、あの、そもそもご質問いただく前から、あのね、うん、あの、Google カレンダーにね、うん、あの、年末年始読書っていうね、to do リストを作ってね、あ、自分用のトゥードゥリストがもうあるの？あるんですよ。うん、話し貴重な心がけでしょ？なんかいいね、すごいね。うん、でね、これまあ、あの、そういう人多いと思うんですけど、どんな怠け者でも、うん、っていうか怠け者であれば、なおさら、年末年始って急に、うん、あ、なんか来年こそちゃんとしなきゃみたいな、あの、やり直せしてね、そう。わかる、うん。まあ、それでね、あの、うん、一通り目は通したけど、うん、あの、ちゃんとというか、まとまった時間に一気に読もうっていう本をね、リストアップしたんですね。ね、それなんか、例えばどんなのが入ってるんですか？あの、まずね、読書猿さんの、うん、独学大全。いや、もうそれで年末年始終わりそうな感じだね。うん、ちゃんと読んだらね。あとね、うん、小田山和久さんの教養の書。うん、お、熊からあ、なんか、うん、なんかあれだね、新規巻き直しを図る感じが、そうそう、この2冊で、うん、あの、毎年ね、新規巻き直しを図ってるんでね、うん、あとね、あの、うん、哲学者の上原亮さんの思考力改善ドリル、うん、あ、うん、このチャンネルでも一回紹介した本だね、うん、ちょっとね、あの、うん、思考力を、あの、巻き返そうかと思って、いろいろ巻き返さないといけないものが。あとね、うん、これもこのチャンネルで紹介しましたけど、東博樹さんの言論戦記、うん、あ、はいはい、あの、新書ですね、うん、これまた年末年始に読むとちょっとあの、うん、エモくていいかなと、うん、あれはなんていうの、観難辛苦をいかに乗り越えたっていうね、うん、通りだからね、うん、あの、この間ね、あ、そうかもと思ったのがね、うん、東さんご本人がね、ツイッターで言ってたことなんだけど、うん、なんか、まあ、この本がね、すごく、あの、評判がいいと。うん、で、ひょっとしたら、うん、その、若年層向けの、100% 頑張るぞっていう、あの、自己啓発書でもなく、うん、あの、高齢者向けの、うん、もう 0% になって枯れた、あの、あの、悟り切った、内容でもなく、ちょうど40代、50代みたいな、30代、40代、50代の、あの、視点抜刀してる世代の、あの、記録だから、あの、うん、そういう点が、あの、受け入れられてるんじゃないかってことを言ってて、まあ、案外そうかもな、うん、それを言えるかもなと思いました。うん、そうね、だって、この本読むと、東さんが、そのね、あの、会社経営で踏みそうな地雷を全て踏み抜いていく記録みたいになってるからね。それでもそれはとことに見えないだろうね、うん、あの、ジムこそ重要だとかね、うん、そうそう、東博樹をしてジムの重要性を語らしむる、うん、あのキングジムのあのファイリングをあれを会社に置いとくのが大事だって全部クラウドパート見えなくなっちゃうみたいなね、そう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 、うん、目に入り続けることでね、仕事を意識させるみたいな話とかね、もうなんかそうだよなって思いながら私も読みましたけど、うん、確かにそうかもね、うん、同じような苦労してる人にはね、うん、とても刺さる内容かもしれない、うん、こう20代のさ、存在論的郵便的からさ、うん、こう、うん、ある意味では全然変わってないんだけど、ある意味ではまあ激変してる、まあ、そういう、うん、あの、まあ、苦闘というか活動を、うん、まあ、ある程度自分の経験とかと重ね合わせて読むと面白いと思います。うんうん、いいですね。山本君はどうですか？
そうですね。今の話を聞いて、まあ、確かに巻き返したい気持ちみたいなのはね、一方にあるから、それで言うとね、その流れに乗って、じゃあ一冊まず、紹介すると、これ、この間、中高文庫から、出し直しなのかな、文章読本っていう、これ、吉行淳之介が編集していて、いろんな作家が書いた文章の書き方ね、それぞれの、谷崎とか萩原朔太郎から始まってね、宇野千代とか三島由紀夫とか、野坂昭之、渋沢達彦、金井美恵子みたいなね、20人の作家が文章論を書いてて、でまあこれなんかはその吉川君の文脈に乗って言えばね、来年こそはちゃんと文章が書けるようになりたいみたいな、こういう時に、ね、そう、まあただ20人も先生がいろんな個性豊かな先生がいるからね、どの先生についていくかによって多分どうなっちゃうかっていう結末も変わりそうな気がしますが、これは普通に読んでも面白いなと思いますね。それから、じゃあもう一冊ぐらい上げとくと、これは別に巻き返しじゃなくて、単にお楽しみっていう感じで、ご紹介すると、この本のリストの本。なんだろう、怪しげさんと、書物蔵さんと、鈴木淳さん、林哲夫さん、まさき、これは何さんっていうのかな、下の名前。あ、京子さん、まさき京子さんですね。が書いている。本のリストの本、そのタイトルの通りで、いろんな本のリストを探してきてね、載せてるっていうか、それぞれの人がテーマを決めて、リストを書いてるんですね。例えば、名曲喫茶に積まれていた本のリストとか、刊行しなかった本のリストとか、獄中で読む本のリストとかですね。タイトルが同じ書体の本のリストとかですね。そういう、ちょっと他では見かけないリストが山ほど載っていて、これ、どこから読んでもいいしね。で、これを見ると、読みたい本が増えるので、いいかなと思って、私は、刊行されてから、ずっと机の一角に置いてたまに眺めています、という本のリストの本、これは草原社ですね、草原社から出た本ですね、はい、そうね、あとはもうこれそういう意味では同じような趣旨になっちゃって月並みなんだけど、ブックガイドいろいろ最近また目にしてるんですけど、特に文学系のブックガイドはちょっとずつまた、更新されていてね、例えばこれは、ラテンアメリカ文学ガイドブックという弁政出版から出てますけどね、ラテンアメリカの文学100人ぐらい載ってるのかな、代表的な作家100人ぐらいそれぞれの解説をしてくれている本ですね。で、同じようにこれはつい最近出たばっかりですけど、韓国文学を旅する、60章っていうね、明石書店から出た本ですけど私はだからこれを頼りに、自分が今まで読んだことがない作家をできるだけ端から読んでいこうかなみたいな、そういう読書計画に活用して、まあこれも一種の巻き返しみたいなもんですけどね、今まで気になっていたけど手をつけてなかった小説や詩を読むというね、だいたいこれ三日坊主で終わりますけど、まあ、せめて年末にはそういう夢を見るということで、こういう本を眺めています。あとね、まあ、三日坊主の三日もでかいっすよ。なんか希望を感じるね、それは。でかいっすよ。何もしないよりもね。だってそれでさ、少しはそれに、なんていうか、心当たりがあるっていう状態になるからね。そうそう、とっかかりができるからね。仮に3日でやめたとしてもね、次回は4日目から始まるという、はい、全然違いますよ、まあそんな感じで、次皆さんにお目にかかれるのは2021年になりますかね、
そうですね、年明けに、まあ、いつから始めるかちょっとまた別としてね、そうですね、来年も続けていきたいものですね。うん、まあね、なんか、年越しでリアルタイム、あのイベントとかも一瞬考えないでもなかったけど、うん、誰がそんなものに参加したいんだって、うん、思ってね、やめましたね。うんはいうんうん、まあ、よほどあの物好きな方がね、あの複数いることが分かったりすれば、また考え直しますけど、そうでもなければね、あの我々も巻き返しに向けて、静かに本でも読んで過ごそうかなと思います。うん、まあ、そういうわけで、はい、まあ、1年間本当にあの、うん、付き合いいただき誠にありがとうございました、うん、ありがとうございました。じゃあまた来年、よろしくお願いします。よろしくお願いします。